全世界ファンド系に投資してる人は大丈夫じゃないかなと思うんですけど、NISA ーーやってるから買っちゃったって人って、個別株は気をつけてください。今後調整局面になるんじゃないかなと思っていて、NISA ーーは続けて大丈夫でしょうかはい、大丈夫です。あの、結局、その株っていうのはある程度上がったり下がったりっていうのはあるんですけど、で、まあ、NISA でどこの株を買ってるのかにはよるんですけど、 例えばその、えー、と30年前にアメリカの s p 5 0 0を買った人たちっていうのは、あの株価がもうあの10倍になっていましたと。っていうのがあったりするので、じゃあそのなんか80%になりましたとか50%になりましたとかでも10年単位だと10倍になってるんであれば、まあそれはその上がっていく上の過程でこう、 ちょっとずつこう下がったり上がったりしながらこう右肩上がりになっていくので基本的にはそのあのアメリカとか全世界ファンド系に投資してる人は大丈夫じゃないかと思うんですけどただニーサで個別株を買ってその会社の業績が悪くなりましたって言われてもそれはそういうことがあるので個別株を気をつけてくださいっていうのがあるのでなので基本的にはあの積み立てニーサであのノーロードとか言われるあの手数料無料系のものを 選ぶ方がいいんじゃないかなと思いますけど。なので、まあ、あの、その、結局、その、なんか株とかはあんまり買わない方がいいよねって思ってて、でもなんかニーサやってるから買っちゃったって人って、あこれだからやっぱり損するから株怖えな、みたいになってる可能性があるんですけど、ニーサなんかニーザなのか、あ、まさかさんそんなこと言ってたんだ。まあ、でもあの、結局、勉強して、ある程度勉強しないとそれなりに勝てない可能性もあるので、まあ、あの、何も考えんで SB500 に突っ込んどけっていうタイプもいるんですけど、やっぱでも、勉強するんだったら、むしろ他のこと勉強して、あの、 本業に繋いだ方がいいよね。っていう考える人もいると思うので、まあ、お金が余ってるんだったら、僕は投資した方がいいんじゃないかなと思いますけど。 でただ、多分僕、今年の春ぐらいから、株どうすしたらいいですかみたいな人の足に、その SP500 買った方がいいですよとか、アメリカの株買った方がいいですよって言ってたんですけど、ただあ、あの、調整局面が来ると思っていて、調整局面が来たその後買った方がいいんじゃないですかっていうのをちょこちょこ言ってたんですけど、僕結構今後調整局面になるんじゃないかなと思っていて、まあアメリカの株価も下がってるっていうのもあるんですけど、で、あの、割と円高傾向に、 いきつつああるるっていうのもあるのもでアメリカリセッションが実は来るんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。で、まあもともとそのハイテク株 AI 系の株が上がりすぎていて、でも実際その AI って利益をまだほとんど生んでないんですよね。 あの、ま、AI で1兆円の登場しますとかっていうのが、あの、オープン AI がマイクロソフトがでやってたりするんですけど、でもじゃあその、1兆円の売り上げの見込みがあるかっていうと、そうでもないよね、みたいなのもあったりして、なのでその、AI 投資をすげえいろんな会社がやってるんですけど、実際売り上げとしてはそこまで AI というのは、まだあの、お金を生んでないよね、という状態で、あんまりここまで株価高くしちゃっても、どうなのっていうのがあって、リセッションはまあ、あの、えっと、上がりすぎた株価が、これは上がりすぎたよね、というので、株価が下がる。ま、不景気と考えてた 結構です一時的な不景気みたいなのをリセッションって言ったりします。なので、そういう感じで、そのアメリカもそろそろ株価上がりすぎたから下げたほうがいいよねっていうのと、あと、まあ、失業率があの割とそ,のあのそんなに下が上がってなかったので、アメリカ景気いいよねってなったんですけど、でもあの、アメリカの失業率も結構上がってきたよねっていうのがあるので、そうなると、あの実態としてその景気が悪いかどうかは別にして、あの上がりすぎてるから、一旦利益確定させたほうがいいよねっていうふうに考える人たちっていうのがちょこちょこ出て、で、一旦利益確定させて、 うががいいよねっていう人たちちちょこちょここ出始めるとで、そこでまた株価も下がるので、結果として株価下がるから、もうなんか今手放した方が得だよねっていうところで、あの、怖がって手,手放す人が増えるっていうので、結果としてこう、景気交代局面になるっていう。で、僕、その今、その1ドル146円とかになってると思うんですけど、で、あれもちょっと僕上がりすぎだなぁと思っているんですけども、でもただまあ、なんで上がりすぎなのかというと、その、 アメリカ、えっ、ー、と、まあ、日本で、あの、日本円ってあの、借りた場合に、ほとんど利息払わないで買いれるんですよ。まあ、もう、あの、ちょっと前はね、ゼロ金利でした、みたいなので、で、最近ようやく0.25%、あの、長期金利上げますとかっていうのを、4月31日,日銀総裁の上田さんが言ったりしたんですけど、っていう感じで、割とその、利率が低いんですよ。で、利率が低い円で借りたお金を、ドルに変換して、アメリカの、じゃあ、定期預金に入れますとなると、アメリカの定期預金で4%、5%とか利子がつくんですよ。 で、さらにその円安になっていくと、そのなんかあの、利率とは別に円安でさらに儲かるっていうのがあって、なので日本円を借りて、海外、アメリカ、まあヨーロッパに投資をすると得だよね、というのを、世界中の人がやってたんですよね。で、リセッションが始まるよねってなると、一回その日本円借りてるのを手舞いした方がいいよね、っていうので、まずアメリカの株をバーンと売って、で、バーンと売った株のドルを円に変えて、円で借りてたものを返す。 っていうのをやろうとすると、円で借りてたものを返すために円を買うというのをやらなきゃいけないので、そうすると円高になるんですよね。 っていう海外の人の動きと、あと僕日本人の、あの結構その海外投資でビビっちゃって引いた人もそれなりにいるんじゃないかなと思ってて、ま,あ、まだこれデータ見てないので全然違うかもしれないんですけど、その目はあのニ i s とかであの海外に投資した方がいいよねとか、なんか円安だからドル買った方がいいよねとか FX とかっていうので、割とその円安向けに投資をしてた日本人って結構多かったと思うんですけど、 で、こんだけ円高が来て株価が下がると、え、やべっていうふうに、そのドルとかを円に戻して、要はその、とりあえず経済が落ち着くまで待とうという日本人も結構多いというところで、その海外投資をした、そのニーサで、ニーサで確か倍月4兆円とかそれぐらいで投資したんじゃなかったかな。 なんか、その n i s を買う人が、その海外のものを買うみたいなのがあって。なので、それで多分1年間あると、それでなんか50兆円とかになったりするので、そこの半分でも20兆円分の円を買うみたいなので、まあ戻すためにドルにしたものっていう感じで戻してる部分もあるんじゃないかなというのを想像で喋ってください。とはいえ、その、あの、日本もじゃあそれが、 終わった後に、じゃあ日本円で持っててもしょうがないよねというところにまたなってしまうので、まあそのある程度その円安円高が落ち着いた頃に、また海外に投資した方が長期的には得だよねという形で円安傾向なのではないかなというふうに僕は思っていますけども、はい。 新人さんの損切りが殺到しているニュースで見たのですが、本当だと思いますかはい。本当じゃないですか自分は一部の損切りする人を切り抜いた誇張報道な気がしました。新人さんは投資者たのもまだ250万程度の小学で、評価額がたった100万程度減ったとしても、大したことなく積み立てる系統で良いと思うんですが。えっと、日本人の場合は、その恐怖に対する耐性が低い人が多いので、下がる、怖い、じゃあもう損切りっていう人が、他の国より割合として高いと思うんですよね。 なので、その、あの、その、ある程度ギャンブルをするというのが苦手なんじゃないかなと思いますけど。 えー、n i についてお聞きしたいです。周りで知ってる人が多かったり、よくお勧めされてるのいます。でも兄さんって株のことなんですよね。株を普通儲けに税金がかかるけど、税金がかからない制度だよ。だから株をした方がいいよってことなんでしょうかはい、そういうことです。株ってギャンブルな印象なのですが、資産の分散目的としてやはりすべきなのでしょうかギャンブルは基本的に統計学上やり続けると必ず損をします。競馬ですとかパチンコですとかっていうのは、えっ、ー、と、パチンコがお客さん全員の額が 100万円使ったとして、確か70%ぐらいがお客さんに戻されて、30%ぐらいがお店に落ちるのかなで、競馬とかが確か半々だったかな じゃあ60%とかか。9万円のうち60万円がお客さんの当たり券で、で、そこの競馬道運営の方に40万円持ってかれますみたいな形で、基本的にはその掛け事というのは、お客さんが掛けたもののうちの何割かを運営元が照らせんという形で持ってって、で、そこに残ったお金を、まあ、あの、勝つお客さんと負けるお客さんで分かれるという形で、なので、その、掛け続けると基本的には必ず道元が何パーセントか持ってくので、お金は減っていくんですよ。 でただ、株式は持ち続けると全員お金持ちになります、統計上。なので、例えば、えっ、ー、と、30年前、違う、えっ、ー、と、バブルの時代、1980年に、30年前か、30年前に、あの、SP500 っていう、まあ、あの、アメリカでいう日経平均みたいのに、100万円入れてた人は、今、全員1000万円以上になってます。10倍になってます。 で、あの、日本の場合は、その日経平均に1990年代に入れてた人。今はそんなに変わりません。<laughs> ちょうどね、去年あたりに日経平均超えたんだっけ なので、日経平均で、その、あの、日経平均の額を買った人は、ちょうど日経平均が元の額に戻ったので、あ、元の額に戻ったね、やったね、っていうのが、あの、日本の人たち。なので、その、海外のそういうものに投資をすると、10倍になるのが当たり前なんですよ。なので、その、海外投資した方が得なんじゃねっていうふうに割となってるっていう。 えと、これ別にね、80年代の利回りじゃなくて、そのアメリカの株価というのはずっと上がり続けてるんですよ。それはアメリカが経済成長をずっとしているから。要するにそのアメリカの会社すごいよねというか、国というのは経済成長というのがあって、その他の国って、まあ先進国でいくと、あの2%とか3%とか、毎年毎年経済成長するんですよ。なので経済の規模がだんだん大きくなっていくるんですよ。でもあの、日本という国は先進国の中で経済成長率が、 ここ20年ずっとビリです。 下手すると、マイナスの年もあります。要するに、経済成長マイナスって、1年間働いた結果、損したっていう。要は、物を作って、物を売るっていうのをやって、日本で1年間みんな頑張ったよね。はい、結果発表します。損しましたっていうのが、結構ね、何年もあるんですよ。他の国って、1年間働きました。売れました。ほら、得したよね。っていうのをで、で、2%得したよね。3%したよ平均してね。っていうのがずっとある で、あの、発展途上国、例えばその、じゃあバルト三国とかの、な、ヨーロッパの中でも発展途上国って言われる地域とかだと、そのラトビアとかだと、経済市場率が5%とか8%とかなんですよ。で、そうなると、株を買ってると8%、5%で増えますと。なので、銀行にしても3%とか4%とか利子がつくんですよ。なんですけど、日本の場合は、その日経平均という株を買っていたとしても、全く変わらないっていう。<laughs> っていうのあるんで、でそれはなんか、現金で持っててとか、定期預金に入れてとか、日本の証券とか持ってても、しょうがないよね。海外に投資した方がよくねっていうので、割とその、日本中の人たちが NISA を使って、海外に今投資をしまくってるんですよ。で、その結果、何が起こるかというと、日本円を売って、アメリカのドルを買って、 そのアメリカの SP500 だったり、まあそのオールカントリーって言われて世界中の株、でも世界中の株って言ってても、なんだかんだ言って7割ぐらいアメリカだったりするんですけど、っていう感じで、ドルをバンバン買ってるんですよ。で、円を売ってドルを買うとどうなるかというと、円が安くなるんですよ。なので、1ドル130円ぐらいで、バンバンドルの、ドルの証券とか株とか買ってた人って、今150円になってるので、だいたい15%ぐらい、すでに円安で得してるんですよ。 だそのドルの値段は全く変わってなかったとしても、円の価値が下がってるので、円換算すると、もうそれだけで15%得してるんですよ。なので1年だけで15%得しちゃうってなると、で、さらにそれが税金かかりませんってなったら、それは投資した方がいいでしょうってなって、よりあのドルに投資する人が増えるっていうので、日米の金利差という形でずっと円安が今続いてますてなので、あの、そのまま現金で持ち続けてる人と、その投資をしている人で、ずっとこうお金を持つそのお金の量が変わってくるんですよね。 えっと、ピケティさんっていう人が、あのもう論文で証明したんですけど、一生懸命働いてる人の給料が増える割合より、お金持ちが投資してお金が増える割合の方が高いよねっていうのがもう証明されちゃっていて、なで例えばその年収400万円の人が1年間頑張って年収440万円になることってまずないんですよ。1年で10%給料が増えるってことはまずないんですけど、でもその130円の時に投資した人が1年後150円になってて15%増えてますっていうのが普通なんですよ。 なのであの、お金投資した方が増える割合って、長いよねっていうのが、あの割とそのピケティさんのみならず、あの日本人も今、体感しているという状態なので、なので、まあ、お金がもし欲しいのであれば、ある程度、日本以外に投資をした方がいいんじゃないかなという状況に、今、日本はなっているということだと思いますかけてもいいですけど、チャンネル、登録した方がいいです。